藤間です。今日も仮想通貨ニュースと、ビットコイン、イーサリアム、リップル、アプトス、アクシーインフィニティのチャート分析をしていきたいと思います。はい、あとメンバーの皆さんに質疑応答動画まだ、ね、出せてないんですけど、そろそろ撮って出せますので、質問も、そろそろ募集を終了しようと思ってます。はい、じゃあ行きますね。今日は、月曜日なので金融市場はね、まだアメリカの方で動いてないんですけど、20日もね、高値で終えてましたね。で、特に仮想通貨関連株が結構買われています。例えば、コインベースが1日で 11% 高、マイクロストラテジーが 8% 高、マイニング企業のマラソンデジタルも 9.94% 高ってことで、まあ、仮想通貨の株価買われている時っていうのは仮想通貨に期待されている時なので、まあ、やっぱり結構ね、仮想通貨も買い戻しが、強くなってきているって状態ですね。で、ビットコインも2万3000ドルね、一時期突破してましたし、やっぱり上昇トレンドが継続するんじゃないかなと思います。で、注目されているのは、まあ、とりあえず週足の 200MA、 僕はあんま見てないんだけど、この200線が2万4700ドルぐらいにあるので、まあ、そこを超えるかどうかっていうところになるんですけど、まあ、超えてきたらね、まあ、多分、まあ、全体的にそのゴールデンクロスみたいなのも意識されるので、まあ、しばらく上昇続くんじゃないかなと思う人が、まあ、大半になるかなと。さすがにこのライン超えてきてまた1万ドルまで落ちるとかっていうような人は多分もうあんま出てこないんじゃないかなと。さすがにチャート形状的にそれは無理があるね、今から安値を更新するのはね、うん、はい。あとオンチェンデータプロバイダーのセンチメントによると、 1000BTC から1万 BTC を保有するクジラの群れが2週間で 64,638BTC を買い増ししましたと。で、これは14億6000万ドルに相当しますので、まあ、大体2000億円ぐらいですね。結構でかいです、金額的にはね。ということで、まあ、投資のプロであるクジラの人も結構ビットコインを買い増ししてるっていう状態ですね。日足の RSI について記事があったんですけど、まあ、僕もよく言ってるように日足の RSI が、まあ、買われすぎ状態にあるので短期的には調整来てもおかしくないんですけど、まあ、週足月足レベルだと全然まだね、そういうレベルにはなくて、まあ、底根圏なので、まあ、まだまだ中長期的に上に向いてくるかなと、価格はね。はい、あとは、3月にアップグレードされる上海に備えてイーサリアムのアドレス数も着実に増えました。で、グラスノートのデータによるとイーサリアムが今週過去最高の9250万アドレスに達しました。まあ、1アドレス1人だと仮定したら、まあ、9200万人ぐらいの人が持ってるってことだね。まあ、多分、若干ね、その1人2アドレス持ってるとかっていうのはあると思うんだけど、でも、まあ、数千万人ぐらいの人がもう今イーサリアムを持ってるということですね。はい。で、ブロックチェーンソフトウェア会社のアルケミーデジタルによると2022年の四半期の Web3 開発レポートっていうのによると、イーサリアムのメインネットで実行されたスマートコントラクトの数が2022年に 300% 増加しましたということです。これは、2021年の4倍ぐらいになったということになりますね。はい。で、アルトコイン市場でも全体的にもう結構強い上昇になってきてるのもあって、物色されてるような感じです。有望なやつは物色されて買われていってって感じ。結構その冬相場の中の短期的な上昇トレンドの時って結構ビットコインだけポンと上げてアルトコインはなんかついていかないみたいなのあるんだけど、今結構アルトコインも強く上昇してるのがあるので、割とね、仮想通貨全体的には結構今強気だと思いますよ、割とね。で、例えば、アクシーインフィニティっていうゲームのコインも1日で 44% 急騰しました。で、これ後でチャート分析します。で、あとね、ステップの GMT も1日で 20% 高となりましたと。で、アクシーについては、結構そのユーザーがね、まあ、ベトナム中心にたくさんいたんですけど、一時期280万人ぐらいがプレイしてたらしいんですけど、まあ、今は43万人まで、減少しているっていう状態で、それでもね、まあ、安定してずっとやってる層がいるということで、まあ、期待感で買われているということでした。
ダッパーレイダーによるとプラットフォームによる販売量は、今年になってから 200% 増加、アクシーインフィニティのネットワークで使用されるユニークアクティブアドレス数は 59% 増ということで、年明けてからね、割とアクシーインフィニティの人気がまた戻ってきているという状態です。その他にはアプトスが1週間で 67% 高、イーサリアムのレイヤー2ネットワークのオプティミスムが 24% 高を記録しましたということで、まあ有望なプロジェクトはしっかり買われているという状態になっておりますと。はい、で次が、ユニークな、ニュースなんですけど、アラブ首長国連邦ね、まあ、先月僕が言ってましたけど、UAE の貿易大臣が、ダボス会議で、ブルームバーグのインタビューに応じて、暗号資産は今後 UAE の貿易において大きな役割を果たすだろうということが述べたということです。 UAE といえば、まあ、ドバイを中心に仮想通貨に有利な法律が整備されて、まあ、多くの仮想通貨関連企業は拠点を構えている状態です。去年の3月は仮想通貨のライセンスに特化した仮想資産規制局バラっていうのもできました。で、引き続きその UAE としてはやっぱり仮想通貨のその業界がちゃんとドバイとかで大きくなるように今やっていくと。仮想通貨企業が UAE を本拠地と呼ぶことは間違いなくポジティブなことだということでコメントしておりますということです。はい、で次もちょっとユニークな話なんですけど、カルダナエイダーが、電気自動車の e トゥクトゥクっていうね、あの電気のトゥクトゥクのプロジェクトをスリランカで始動させるとかっていうニュースがありました。このプロジェクトはカルダのブロックチェーンを活用した e トゥクトゥクの充電ステーション展開だけじゃなくて、ネットワークの拡張に恩恵がもたらされるようなインセンティブが設計されておりますということです。ドライバーとか乗客から、報酬を得ると。ネットワーク、そのカルダのネットワークを使用してその予約したり、支払いをしたりするとその報酬をまあ得ることができるようにしているということです。面白いですね。これ今タクシー事業も、こういう、ね、ブロックチェーン使ってでその手数料を、そのプロジェクトが取っていくみたいなね、まあ、面白いですよね。うん、はい、はい、じゃあチャート分析いきたいと思います。 BTC、イーサー、XRP、Aptos、AXS という順番でいきたいと思います。ビットコインが今$22,700推移しております。昨日一時期$23,300まで上げましたが、まあ上げたらね、土日の間に上げたっていうのは珍しいんですけど、土日の間に上げると結局CME の、 窓が開いてしまうので、まああんまり意味ないってことが多いんですけどね。一旦ちょっと調整しに来るかなと思います。短期的には4時間足もちょっとずっと連続して下がってる状態なので、一旦ねレジスタンスになってた$21,700ぐらいまでちょっとで、レジサポラインまでちょっと押し目作ってからまた上げてくるんじゃないかなと思います。4時間足の移動平均線も今ちょうど控えているところになるので、まあ、そういうところに裏タッチしてから上がってくるみたいな展開になりやすいかなと思いますね。はい、で日足で言うと、まあ、次のレジスタンスが、まあ、$25,000ぐらいになりますね。あとさっきねニュースのところでも触れましたけど、まあ、200周線が、まあ、24,000何百とかやるので、まあ、そこは結構意識されやすいのかなと思います。あと 100MA も25,600っていうところにあるので、まあ25,000っていうところは、まあ、だからチャートのローソク足的にも移動平均線的にも結構硬いレジサポになりそうなので、まあ一旦ね、例えば次の押し目でロング入りますってなっても25,000までいったら一旦利確した方がいいんじゃないかなと思います。そしたら本当に一旦ね週足レベルの調整来る可能性もあるので、うん、そうですね、まあ、基本はでもロングして、利確するっていうのが推奨ですね。はい、じゃあ次イーサーで、イーサリアムは綺麗な、上昇トレンドになってますけど、一旦ね、$1,680ぐらいまで上げた後に一旦押し目$1,600ぐらいまで押し目作ってます。これ今綺麗にね、レジサポラインに裏タッチしてきているような場面になるので、まあ、こういうポイントってのが、まあ、ロングの押し目のポイントになってくるかなと思います。でこれも移動平均線に沿ってじわっと上がってきているので、これ割らない限りは、まあ、ロングしていっていい場面かなと思いますけどね。はい、
で日足で見たらちょっと移動平均線とはね、あの乖離があるのでそこはちょっと怖いんですけど、まあ、移動平均線が1350ドルぐらいにあって、まあ、今価格は1630ドルぐらいありますので、30% ぐらいね結構乖離しているような状態で、まあ、これを埋めに来るような調整しそうだなと思うんだけど、その前に移動平均線がグググググって上に上がってきて、でちょうどタッチしてさらにまた上2000ドルとか目指していくような動きになりやすいのかなと思ってます。はい、まあレバレッジ取引についてはさっき言った通り、まあ、移動平均線、まあ、4時間足ぐらいの移動平均線にタッチしたあたりとかで、まあ、押し目のロングが入っていくっていうのがベストかなと思いますね。はい、じゃあ XRP ですね。XRP は、結構ねパーンとまあ上げてきて、0.432 までいったんですね。結構いいと思います。で 0.41 のところが結構強いね、あのレジサポラインがあったんですけど、そこも超えてきているので、久々、これいつぶりだろう、11月ぶりなんで結構3ヶ月ぶりぐらいなんですけど、この上の三角形にね戻ってきましたね。なので、まあ、一旦この三角形の上限の 0.47 とかそれぐらいまでは上げそうだなと思いますので、まあ、リップルも、まあ、押し目でロングしたいなっていうところにはなりますね。まあ、例えばやっぱ4時間足とかで見て移動平均線がガガガガって上がってきてるんですけど、こうストーンとね、急落したような場面でロング入れていきたいかなという感じですね。はい、いいと思います。じゃあアプトスです。アプトス、強い上昇してますが、まあ、4時間足日足レベルでも、まあ、結構変わりすぎに来てるので、まあ、一旦ちょっと調整してもいいかなと思います。で、拡張型の、まあ、チャンネルみたいな形になっているので、そろそろ一旦ちょっと下に落としやすいかなと思いますね。10ドルぐらい、今13ドルなんですけど、10ドルぐらいまで下落してから上に行くっていうのが、まあ、綺麗な上昇になるのかなと思います。で、昨日と今日も長いヒゲつけてしっかりこう利益確定されているというか、まあ、売られているような状態なんで、まあ、この辺の日足の線から見ても一旦ちょっと下に振ってからさらに上っていう風に行きそうなんで、まあ、10ドルぐらいまでとか11ドル切るか切らないかぐらいまで落としたところで押し目のロング入っていきたいかなと思います。はい、じゃあ、昨日40%何爆上げしたアクシーミニティなんですけど、ね強いね結構ね、8.9 ドルぐらいから、10 14ドルぐらいまで一気に上げたって感じですね。ただまあ4時間足とかで見たら結構まあ移動平均線と乖離あるし、まあ、RSI も、変わりすぎラインでありますので、ちょっとねまあ一旦やっぱ調整するかなと思って、だらだら調整して、トレンドラインとか移動平均線とかに立つような調整するかなと思います。で価格としてはまあ10ドルぐらい、今 12.8 ドルなんだけど10ドルぐらいまでは押し目作ってから、まあ、その後上行くか下行くかっていうのは分からないけど、それぐらいまだ調整するんじゃないかなと、思ってますので、まあ、もし爆撃取れてるんだったら一旦利確してもいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはショートするとかね、10ドルぐらいまで10ドル台11ドル弱ぐらいまでショート入れるっていうのもいいかなと思います。はい、そんな感じで、仮想通貨のニュースとチャートぶつけ毎日発信しております。バイビットの方でね、引き続き、初回登録と入金で最大400万円分ぐらいの US ドルテザーもらえるキャンペーンやってるみたいなんで、コメント欄の一番上から登録してみてください。チャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。